ございます。全校児童233人、長崎市の稲佐小学校です。岡田正弘校長は、夏休みは興味があることにとことん取り組んでほしいと挨拶。児童代表の2人が1学期の学校生活の中で頑張ったことを発表しました。なりたい自分になるために頑張ってきました。まず私は字を丁寧に書くことを心がけました。僕は6年生になってから6年生としてのプライドを持つように心がけました。明日から子どもたちは44日間の夏休みです。2学期は9月2日に始まります。